では前回の続きやっていきたいと思います。前回から続きで撮ってるので、話の内容はちゃんと覚えてますよ。はい。では、行きましょう。この千年迷宮ミレニアムパズルに入っていきたいと思います。行きます。ドドン。お、セーブポイントがある。敵が出てくるっつってたけど、どうなんでしょうか。このゲームはエンカウントだと、これはシンボルだな。くす。このままだと2体倒さないといけないんですかね。おはようございます。危ない危ない。なんか、骸骨とゾンビみたいなのが、なんか、追いかけっこしてます。こんなのには、関わり合いにはなりたくない。アセラスを手に入れた。よし。やばい、あいつら来ちゃう。あいつら来ちゃう。いや、来ない。来ないか？来ない。消えたか？いる？いるわ。やばい。この先端は何でしょうかね。なんか、落ちた感じかな。はい。なんかスライムみたいなのが追ってくる。うわ。まあ、一回戦ってもいいんですけどね。なんか、尺ですからね。こういうのは逃げれると、ここ？うわ、肩にサソリが、サソリ。危ねえな。落ちるだろ。このサソリがあれかな？魔のサソリ、こいつだ。いきなりクエストの敵が出てきました。どうしようか。倒せるのかな？そうだな。セヨ君はやっぱり覚えたばかりのゴブリンパンチを使いましょう。使わないと意味がない。よし、ゴブリンパンチいけ。わ、結構強い。2連チャンで攻撃してくる。やばい。ティタニア弱い。ゴブリンパンチいけ。弱。ゴブリンパンチ弱。うわ、アルス君がようやく強いですね。さっき見てたら、アルス君がちゃんと攻撃すれば、ちゃんと強いですね。どうしようか。スキル使えない。50のダメージのはずなのに、なんか10、13ぐらいしか食らってなかったような気がする。どうしようか。傷薬で、傷薬を、アルス君が死んだら困るんで、アルス君。では、ティターニアちゃんは使えないな。魔法も使えない。毒。ティターニアちゃん足でもあっといいじゃない。どうしようか。アルス君は、もう、攻撃の人になってもらいましょう。で、解毒を使うか、傷薬を使うか、ティターニアちゃんに傷薬を使って、自分では解毒してくださいと。こんな感じですね。解毒。いけ。厳しい。死んだ。どうしようかしら。なんでお釜口調になったんでしょうね。はい。アルス君が毒は困るんで、アルス君を、やめて、やめて。死ぬ。アルス君が死んだらもうおしまいなんだけどな。アルス君が再び回復の人になろうか。回復の人になろう。ウェアで、もう、どうしようか。セオ君、もうゴブリンパンチかけましょう。ゴブリンパンチいけ。ウェア、よし。使えるね。どうすればいいんだろう。倒し方がわからない。やばい、強い。やめて、ファイヤーやめて。よし。これは、2人とも回復ですね。2人か何なのかわかんないですけど。傷薬は自分で回復。やばい。ファイヤー来たらやばい。危ない危ない。よし。よし。
魔法をウェアせよ。そしてせよくんはもう普通に殴った方が強いんじゃないか。普通に、あ、すげえアルスくん強え。アルスくんもう回復の人っていうあのフラグをもう完全にへし折って、もう俺がドーンみたいな強いですね、うん、解毒薬を手に入れました。はっ、危なかった、うん、アルスくんすげえ強かったよ、うん、ナイスだったよ。セオくんはまあダメだったね。ティタニアちゃんはもうクソみたいなもんですから、ね、結構簡単だったな。嘘、結構死に物狂いだったような気がする。アイテム、あ、どうしようかな、うん、死亡復活させてもらいましょうかね、はい、ノーロ、あ、生き返ってるのかこのゲーム。それはいいのか悪いのか微妙だな。もう敵が出る、あ、そうか、クス、あ、毒なんだ。なんかゾンビが来てるような気がする。アルス君が死んだら困るんですけど、あ、セオ君か。まあいいや。あ、なんだよこいつ、邪魔くか。おお、いい子だ、いい子だ、いいゾンビだな。あ、これ取ったっけ、完全に覚えてない。あ、一回出口戻りたいんですけど、なんだここは。あ、なんもないと、なんもないのかい。あ、これ下には、あ、上には行けない。うわうわ、やめて。あ、上に上がれる、上がれるはずだ。ここはどこだ。お、あ、うわうわ、どうしようかな。逃げ、いや一回戦ってもいいんですけど、この状況は非常に厳しい。なんか強そうですね、ゾンビが。あー、ひどい。あー、でも16か。弱いかな。あ、しょぼい。よし、これはいける。あ、みんな全体的に敵も味方もしょぼいですね。もう攻撃ミスに、なんか銃とか。このゲームのバランスは大丈夫なのか。あー、お、あー、うっぜ。うっぜ。あの、なんか、顔三つのやつは、うざすぎますよね。どっち先にやった方がいい？スピリットとスケルトン、そう、どっちが。スピリットの方がうざそうだから、お前が、あ、毒が結構痛いな。銃、あ、マジックピン、盗んでいきやがる。よし。セオくんも、ようやく本気を、あ、違う。攻撃でいい。あとはもうあの骸骨をボコボコにしよう。全員でボコボコ。ほら。おし。ティタニアちゃんが若干切れてる。よし。いけ。よし、倒した。ほら。お、ティタニアちゃんがスキルを覚えた。セオくんがスキルを覚えた。なんだろう。いいスキルであってくれよ。なんだ、スキルって。スキル、ああ、体落としね。あ、なんか、あれですかね。格闘家は全部覚えるんですか、体落としって。お、回し蹴り。グループ245、お、強いっすね。ゴブリンパンチ絶対使わねえな、もう、うん。絶対こっちの方が強いっすからね。グループで45って。5しか変わんないんだったら、こっち使いますよ、ね。消費、あれ、ああ、うわ、ひどい。あ、うわ。はい、渋滞中。よし。どうしましょうか。一旦帰って、うん、いいですね。これ帰りましょう、うん。なんかフィールドでは敵が出ないみたいなんでね、このゲーム。いいですね。どうしようかな。あ、宿屋に泊まるか、帰るか。もう一回作っちゃったもんで、宿屋泊まっちゃいましょうか。めんどくさいし。うん、
やどや。おい、止めてくれ。おい、起こそ。8ポイント。あ、8ポイントならいいや。こっちの方が楽ですからね。せっかくイベントも作ったんでね。ちゃんと利用。毒消えないの？そんな。お、あ、ちょっと、テストプレイのバグが出てしまいました。バグっていうか、自分で罰をしたまま行っちゃったら、こうなるんですよね。やばい。やばい。ダメージを受けてる。回復薬、なかったかな？回復薬、ああ、毒消しがない。どこだ、どこだ、毒消し、趣味かな？趣味、あ、これだ。解毒、くれ、解毒。解毒はもう、なんか、あそこはすごそうなんで、6個ぐらい買っといて。何個はいいや。で、アイテム。で、解毒。で、誰だ？アルス君かな？アルス君。呪い。で、OK かな？強さ。ああ。結構受けましたね。192が140。もう一回止まってもいいんだけど、まあいいか。行きましょうか。あ、何もいなくなってる。よし。じゃあなんか、あ、見せ物小屋なんて今の時代にあるんだな。うん、確かに。可愛らしいわね。あ、ティサニアちゃんですね。はい。アルス君ではない。あ、でも、どうなんでしょう。ピラミッドでもうクエスト達成したのかな？ってことはもう帰っていいのかな？でもなんかまだ全然謎を解いてない気がするので、まあ、もうちょっと行ってみましょうか。行ってみよう。あ、でも、傷薬買っとこう。買う。傷薬と。1、2、3、4、5、6、6個ぐらい。よし、ありやした。いいっすね。ちょっと江戸っ子の、なんか、アイテム販売す、ちょっとセーブしておきましょう。あ、ベーッて、ベーッて、ベーッて。英雄伝説。レミントンヒストリー。レミントンって何でしょう？もちろん。どうすればいいんだろうな。てか、奥っていうのがどこにあるのか。あの上に上がってどうにかするのかな。うん、全然わかんないですけど、おー、またか、こいつか。しかも同じパターンな。一回逃げようか。うわ、これはひどい。うわ、嘘。うわ、嘘。え、何が起こったのかよくわかんないけど、逃げられないし、ひどすぎる。しかも攻撃は当たんないけど、ひどすぎる。あれ？もう逃げらんない感じ？全然ダメージは受けてないけど、ああ、逃げらんないのかな、もしかして。ああ、ひどい。まさか、ああ、まさかこのパートは全滅で落ちをつくと思わなかったけど、もう今更攻撃する気はないんで、もう逃げまくって、もう終わったらもうこのパート終わりみたいな。ああ、ボコボコですね、もう。はい、初めてですね。はい、ゲームオーバー。はい、ちょっと早いですけど、このパートもうおしまいにしようかな。ちょっと短いですけどね。次回、うん。もうちょっとピラミッドを探索して、あと、なんだっけな？なんかフラグあったっけ？まあ、そんな感じですかね。ピラミッド探索します。はい。次回は全滅しないように頑張ります。ちょっと早いですけど、
申し訳ありません。まあ、次のパートはね、ちょっと早めにあげるかもしれません。うん、まあ、このパートがこのありさまだったことを覚えてればですけど、はい。皆さん、ちょっと寒いのね、最近。お気をつけて。はい。では、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。